とかそういうことだと思うんですけど、真ん中に像があって、で隣にイグアの木が生えてて、なんか休むにはちょうどいい場所なんですけど、こんな入っちゃダメですっていう風になってて、もったいないんですよね。本当ですね。これはもったいないですね。普通にもったいないと思いますね、僕も。何のためのスペース何なんだろうって思うじゃないですか。確かに。で、やっぱりあの、こう街を作っていく中でどうしてもそのしわ寄せになっちゃう部分がこう出てくるし、はい、それがビルとビルの隙間、これもそうなんですけど、これも新宿で、まあ、ビルが建ってるじゃないですか、はい、なんですけど、そのビルとビルの間にどうしても隙間っていうのができて、でそこは本当だったらいらない場所なんだけど、どうしても隙間は空いちゃう。あ、じゃあそこになんか作れないかなって思ったのが。なるほど。これもよくわかんない。よく見ますね、こういうの。これもわかんない。見たことあります。これ何なんでしょうね。何なんですかね。道路が車道があって、でこっちに歩道、両脇に歩道はあるんですけど、そこの間になんかこう柵でくくられたよくわかんないスペースがあるんですよ。はあはあ、どうしようもないスペースがあるんですよ。これきっと自転車をここに止めてほしくないからってことですよね。ですね。車や自転車を止めちゃうと妨げになっちゃうからってことで作ってるんですけど、これ意味ない、意味ないんですよ。これじゃなくてもっと、じゃあここになんか 人々が使える場所を作ってあげたらいいんじゃないのかなっていう。なるほどなるほど。まあこれもね、これもそうですよ。よくあるよくある見たことある、こういうの。こういうのがもう無数にあるんですよ、東京の、はい、なるほど。あ、でこれは先ほどの原寸作った時の財布ですね。原寸、やっぱ卒園も原寸やりたかったんですか。僕のだとどうしてもあのその建築物の規模が小さいので、模型で作ってもあまりリアリティを感じられないと思ったんですよ。なので規模小さいこともあったんで、原寸で作ってみようかなと思って。これは、これは鉄骨ですね。鉄骨、鉄の。え、これ普通に自分でお金出して買ったんですか。そうです、はい、各パイプです。すごいですね。いくらぐらいとか聞いても。でも意外と高くないんですよ。あ、そうなの。全部で1万6000円でできましたね。1万6000円になります。すごい。え、でも最終的にこう、なんかそうですね、高さが2メーター7000、2メーター4000。あ、2メートル4000じゃないか。2.4メートル。このなんか、角っことかつながってるじゃないですか、はい、あれも全部自分で、これは溶接して、溶接して、もうなんか溶接は前からやってみたかったんでやってみたかったのでいない。まあぜひ映像制でちょっとやってみようかなみたいな。すごいですね。で、こうなったと。そうですね。あ、でこういった、まあ、僕はこれを隙間建築って呼んでるんですけど、はい、さっきの隙間、いろんな隙間があるんですけど、大体分類分けしていくと6パターンになるんですね。あの隙間の種類が。隙間の種類。ビルとビルの間とか、はい、うん、空いてる駐車場とか、駐車場、ちっちゃな花壇とか、花壇、そういうのを見ていくと、大体6パターンなんですよ。で、その6パターンに当てはまるような隙間建築を、僕は10個設計したんですね。10個、はいはい、でそのうちの一つがこの形で、これはあの使う場所としては、例えばちょっと幅の広い歩道とか、なんか公園の中の無駄なスペースとか、そういった面積的に広い場所で使えるような隙間建築で、他にもさっきの細いビルとビルの間に対応した隙間建築があったり、花壇に対応する隙間建築があったり、そういうものをたくさん作って街の中に置いてあげるような。この形状に関してすごく素朴な疑問なんだけど、はい、どうしてフレームだけにしたんですか。あの、まあ、隙間建築でも壁のあるものもあれば、こういうふうにフレームだけのものもあるんですけど、これで言うとあの隙間なんですけど、町の人々はそこを隙間とは認識してないんですよ。別に何も考えないでただ歩いてるだけ。あ、そうですね。で、そこを僕はあのここは隙間なんだよ、ここは無駄なスペースで、こういう使い方をすればこれだけ変わるんだよってことを言いたかったんですよ。ああ、
で、その時に椅子だけを置いてあげるんじゃなくて、こういうフレームを置いてあげると、今までそこに何もなかったんですけど、急にこう大きな空間が、はい、視覚化できるっていうか、目で見ることができるじゃないですか。そうすると、そこを空間だっていうふうに認識することができて、でそこが隙間であって一つの空間なんだっていうふうに使う人たちが認識しやすくなるんじゃないかなということで、なるほど、こういうものを作りました。あとこのいくつか下にあるじゃあ、はい、天板が乗ったものっていうのが実際に来た人が使うものであって、そうですね、これはこれ自体は、まあ、自体は使うっていうよりかは視覚化、そうですね、認識してもらうための装置というか、そういうものですね。なるほど、なるほど、なるほど、ほうほうほう、本当に大きいですね。まあ、そんなところで、はい、早いですね、時間。もう10分ちょい過ぎてしまいまして、はい、早いですね。まあ、そんな菊池くんの作品は、卒園期間中、大ホールの方で展示中ですよね。はい、もし、実際に隙間建築を体感したいという方がいたら、ぜひ大ホールの方にお越しください。お待ちしてます。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。ギャラリートーク終わります。ありがとうございます。